日本列島は2つのプレート上にある。日本列島っていうのは6852の島々で構成されておりますが、その中でやはり本州、北海道、四国、九州、これが大きな列島になっておりますね。この日本列島のうちの関東から北、これが まあ、東、日本、東湖と呼ばれている、この関東、東北、北海道の土地というのは、北米プレートの上に乗っかっております。それから、西、日本湖、まあ、北陸、甲信越、中京、関西、中四国、九州、等の 島々はこのユーラシアプレートの上に乗っかってるんです。ですから、日本列島として一本に見えますけれども、地球上のプレート、近くというのは世界で15あるんです。そのうちの2つのプレートにまたがって日本列島があるということです。今は 東日本と西日本はくっついておりますけれど数百年前まではこの東日日本本と西日本は分かれてたんですまあご存知のように東日本は北アメリカプレート上に乗っかってるから西日本の方はユーラシアプレート上に乗っかっていてその真ん中というのは海だったわけですね。 つなながってなかってかたんですところが数百年前にこの北米プレートとニューラシアプレートの境目のあたりが堆積物が隆起したんですねそしてそれが現在の富士山とか八ヶ岳浅間妙高などになって東日本と西日本がつながって 日本列島としてなんか初めから一つの本州があったみたいになってますがそれはそういういきさつでなったんですそしてその二つの分かれていた海のところを発作マグナと言っております現在はまあ富士山や菅岳浅間山妙高など太平洋から 日本海に向けてて山がつながっておりますねですのでこの東日本と西日本におけるその生き物だとか食べ物だとかその陸地ができた経緯でかなり違いがあるということが言えます。